はい、こんにちは。今日はですね、脳の、曲にあります葵の上という曲を少しお話ししようかなと思っております。まずですね、この葵の上っていう曲はですね、簡単に説明しますと、葵の上という人が、病のとこに伏してはるわけですよね。で、そこ、それが原因がわからないと、いろんな、治療をしたけれども全然良くならないというので、照日の巫女という非常にあずさっていう、小さい弓ですね、その楽器を使うって、霊を呼び寄せるっていう、巫女さんを呼んできはりまして、で、その人の力でによって、霊を呼び起こすといいますかね、呼んでくるわけですね。で、それが、結果六条の宮洲所であったというので、今度は、横川の小聖を呼んできまして、その六条の宮洲所をやっつけるという、非常に簡単に説明しますと、そんな曲です。で、今日はなぜこの話をしようかなと思ったかと言いますと、この間この葵の上の地唄を歌ってたんですけれども、小書きがありました。小書きというのは、特殊な演出なんですよね。普通の常の演出ではなくてちょっと違いますよということなんですけれども、あずさので空の祈りっていうこの2つの小書きがついてるんですよね。で、それを歌ってまして、あれ、これってちゃんと分かってないと何やってるのかよく分かんないよねっていうふうな、に思いましたんで、説明をしようかなと思っております。ですね、ちょっと書きました。この絵自体はあまり気にしないでくださいね。一応能舞台のつもりです。で、ここに、あります、これ胡袖というやつなんですけど、これが、葵の上さんを表現しています。実際に舞台上に葵の上さんが、しんどくて寝てはるっていう状態じゃなくって、これは着物をここに置くことによって、それを表現していると。で、その横、ここにやはるのが、照日の巫女さんです。で、その、巫女さんを呼んできはったのがこの大臣なんですけれども、神家なんですけれども、この神家がやると。で、この二人は生きてはる人です。で、ここの真ん中にいる、これが六条の宮洲所の、生きてはるんですけど生き霊となって出てきてる人なんですね。で、大前提としてこの神家、この人はこの 六条の宮洲所見えてはりません。これがまず分かってないと、なんか舞台の進行が何のこっちゃ分からなくなってしまうんですよね。で、見えてるのはこの、照日の巫女だけなんです。照日の巫女が見えてるんですよね。で、照日の巫女が、実際に弓を鳴らすわけじゃないんですけど、あずさの音を出しまして、そして歌いによって、六条の宮洲所が現れると。そして、この六条の宮洲所に名乗らすわけですよね。で、この名乗らすシーンなんですけれども、六条の宮洲所歌は張ります。この照日の巫女も歌うんですよね。で、普通の葵の上だったら宮洲所一人で歌って張るんですけれども、一緒にこの照日の巫女も歌い出す。で、これって何を言ってるかと言いますと、この大臣、神家ですね。神家は聞こえてないんです。だから、この人が何ぼ歌ってても聞こえないんです。それを、この、照日の巫女の口から、声が出てくる。照日の巫女が、に乗り移るといいますかね。照日の巫女の口を使って、六条の宮洲所の声が出てるというのを表現してるんです。だから、二人で歌うんです。そんな風になってます。これがまず一点。なぜ、こんな二人で歌うのかというふうな意味としては、聞こえてない人がいる。で、生きている照日の巫女の口を使って六条の宮洲所の言葉が出ていくと、そういう意味です。
これが、分かってないとよく何をしているのかよく分からなくなっているという一つ目です。でもう二つ目、もう一つ目二つ目ですね、は何かと言いますと後してです。後に、よかわの小ひじりをがですね、この青い、六条の宮所を、祈り伏せにやってくるんですけれども、よかわの小ひじりは、葵の上さんの前で、数珠を揉んでその悪霊を退治しようとするんですよね。そうしますと今度そこへ、先ほどの六条の御安所がより姿を変えてやってきます。これが、空の祈りの小書きの時にの演出なんですけれども、もちろん表は般若の表をつけてるんですけれども、例えば長袴って言って引きずるような袴を履いています。でそれプラ頭が変わるんですね。で頭が変わってそこに、長鴨寺っていう、非常に長い、もう引きずるぐらいの髪の毛をつけてます。ちょっと絵にするとこんな感じこんなやつが頭についとるわけですよね。こう頭があったらこう、言ったらラーメンマンみたいなもんですわ。それがこの襟足から出とるんですけれども、これが、ありまして、これをつけて出てきはるんです。で、よかわの小ひじりはですね、その霊を見つけて、生き霊を見つけて、こうやって数珠をジャラ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 ってこうやって、行くんですけれども、途中で、せっかく対決してる状態です。せっかく対決してる状態なんですけれども、お互いどっか行っちゃうんですね。で、これどういうことかと言いますと、この、長鴨寺、長いやつをですね、こう、くるくるくるっと、六条の宮所の生き霊はこう巻いてですね、で、その、よかわの小ひじりにパッとこう投げるんですね。こう、投げた瞬間に、このよかわの小ひじりは見えなくなっちゃうんです。どこに行ったかわからなくなってしまうんです。で、その結果、どこに行ったか分からへんのでも、いた仕方なく、葵の上の前に来て、どっちにしてもここに来るやろというので、こうやってまた、全然関係ないところ、生き霊に向かって数珠を揉むんではなくて、葵の上の前で揉んだはるんですよね。で、葵の上の、六条の宮所自体は、この橋がかりの方に行って、少しこう離れるんですよね。そんな風に、全然違うところでなんか違うことをやり出すわけです。で、これも知ってないと、なぜに、離れたところでやっているのってなりますよね。実際、普通の葵の場合は、この橋がかりまで追っかけていって、このギリギリ、幕際ギリギリまで行って、こう、拝むというか倒そうとするわけですよね。そういうことが実際あるんですけれども、この長鴨寺を投げることによって、見えなくなってお互いがバラバラのところに行くというふうな演出になってます。で、この2つ実際歌ってて、能舞台は前も言いましたけど、鈍調もありません。照明もありません。ですので、勝手にそのお客さんが分かった上で、言うならば、よかわの小ひじりが、これ見えてないよね。向こうに行ってるけれども、この人見えてないよね。だから自分も見えてないことにしましょうってならないと、物語が成立しません。歌いも、進化は聞こえてないよね。六条の宮所の声は聞こえてないよね。だから私も聞こえてないことにしましょう。だから照日の巫女の声を聞きましょうってなります。だから、この辺のところまではある程度知っておかないとわからないことなのろうなと思いました。言うならば、脳っていうのはこう悪い言い方と言いますかね、ちょっと不親切な部分があります。そこら辺が、を分かった上で見ていただきたいなと思ったんで、少し動画にしてみました。ありがとうございました。